ザ・シャード、テムズ川、タワーブリッジザ・シャード、または、シャード・ロンドン・ブリッジは、イギリスの首都ロンドンのロンドン・ブリッジ駅の南西側に、所在する超高層ビル。2008年9月に、着工。2012年7月5日に外交が、竣工した。地上87階建て、先頭高310メートル。建設中は、ロンドン・ブリッジ・タワーとも呼ばれた。建築設計は、 ポンピドゥセンターや関西国際空港旅客ターミナルビルで知られるイタリア人建築家、レンゾ・ピアノ。ザ・シャードはピラミッドを垂直に引き伸ばしたような形状をしており、互いに接触しない八つの面からなる。この外観はカナレットがロンドンの風景画に描いたホブネのマストや、教会の戦闘をイメージしたものである。外壁は英語で破片を意味するシャードの名称通り、 角度をつけてガラスが取り付けられており、透明度の高い低鉄ガラスが用いられていることと、相まって天候で変化する空の様子を刻々と映し出す。ザシャードは2から28階が、オフィス31から33階が、レストラン34から52階が、ホテル53から65階が、マンション68から72階が、ルーフテラス含む展望施設等、 75から87階が、東屋となる。ホテル部分には、シャングリラホテルズリゾーツが、ロンドン発のホテル施設として入居する予定。52階にはスパが設けられる。また、タワーに隣接して、17階建てのザ・プレイス、または、ロンドンブリッジプレイスと呼ばれる、オフィスビルも建設予定である。ザ・プレイスは、1から17階すべてがオフィスとなる計画。 2012年9月3日に、アンドルー王子と、英国の著名な登山家、クリス・ボーニントンな40人が、屋上から同時に懸水加工を行った。これは教育関連事前団体、ウトワード、バウンドトラストと退役開閉隊員基金、ロイヤルマリーンスチャレタブルトラストファンドにより支援されたもので、現役及び退役軍人のための資金集めが目的である。 なお、アンドルー王子はこれに先立つ7月5日の、当建物の落成式にも出席している。ありがとうございます。